おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整うテンンプルモーニングラジオ今週は200週を記念して特別に「テンプルモーニングラジオ」制作チームの松本翔慶と遠藤拓也がいろいろ語ります。トークの後は どの巡礼コーナー。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を、日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン。松本承久の方丈論より、お送りします。おはようございます。 おはようございます、はい、えー、今回のこの、まあ、特別版200集ということでやってますけどもあのー、すごい続けてきていて、はい、私にとってはこのお「テンプルモーニングラジオ」いろんなお坊さんと出会ってその人の話を聞く、うん、まあ仏道のね歩みを聞くということで。 なんかこう仏教を学ぶっていうことはまあ確かに教えお釈迦様の教えをえまあ本で読むこともそうだろうしなんかねセミナーとかえーいろんな講義を聞いたりもあると思います。でもやっぱりえこの仏教の伝統の中でもこう師匠から弟子へとかこの人から人へ 伝わっていくっていうことがすごく大切にされてきてもいますしか私にとってはこのまあラジオの中身自体はそんなにその固いくね仏教の専門用語を使って教義を聞くとかではないんだけれどもそれこそ中身というよりも声とかその人となりからこう何かいろんなものを受け取ってるなと思っていて私にとっては こう仏教があに触れていく学んでいく、うん、自分自身の仏道であるっていう,うにこうに感じていてすごいありがたい時間なんですよね。うん、で、まあ、そのそうそう、まあ、ちょっとこう自分の、えー、表現でいうと、うん、まあそうやってこう毛穴から染み込んでくるっていうんですかね。うんうーん ような仏教のあり方をアンビエントブッディズムであるとブライアン・イーノのアンビエントミュージックから借りてきてるんですけど、はいまあ、環境音楽っていうか私としてはフード音楽と、うんえー、フードに根ざした音楽っていうんですかねそういう,う,こうものかなと思っていて。うん<あの> <laughs> からまあ、それで言うと遠藤さんのこうモチベーションっていうんですかね、うん、ここの,この音源に関わっている、まあ、特にそのお寺のアンビエンスというか、うん、スタジオ収録じゃないですからね、うん、その空気感丸ごと届けたいっていう、うん、まあライブのお寺の生の音っていうか。うんうんうん そこをずっと聞き続けている遠藤さんのなんかどんな、うん、モチベーションで何が楽,楽しいというのか続けるえこう原動力になっているんですか、うん、あのー、私はねそ,のそういう意味で言うと仏教っていうよりはお寺文化なんですよね。なんというか。 その自分が興味が深いというか何ん、うん、かそのもちろんね仏教のこともいろいろこれをね編集しながら聞くことで耳に入ってきてあなるほどとかそうだなとか感じるところがあるんですけどそもそものなんか自分のそのなんというか興味の対象っていうのはお寺文化かなっていうふうに思うんですよね。うん、そういうふういふにしてみると、まあ、この えー、毎週ね違うお坊さんが出演してくれてでその中でいろいろと聞くじゃないですか。うんうん、でお寺の中のこととか自分がそうですねこの,ねあの修行に行った時のこととか、まあ、そういう、まあ、文化と言ってはいけないのかもしれないんですけれども私としてはそういうものを全てまとめてこうお寺文化としてこう見ている。うんでその その文化の中で、まあ、そういう,こうお寺というものが営まれているっていうそのなんかこう営みに興味がありますしそのまあ未来の住職塾での仕事もその営みがまだまだ続いていきますようにっていうことをこうそれぞれのお寺の環境に合わせて考えていくっていうことを一緒にやっているので、うん、そういう意味では本当に仕事の,あの参考にもなるというかうん,うん。にもなりますしね。 うん、であとはまあその出演されるお坊さんとのまあいろいろこうメールコミュニケーションがあるじゃないですかはい、はい、プロフィール画像送ってくださいねとかうん、うん、でそういうのでねあの久しぶりに連絡を取り合うお坊さんとまたそこからなんか別の会話がそういえばあれどうなりましたみたいな会話が始まって、うん、まあじゃあ久しぶりにちょっと会いましょうかみたいな話になったりとか。 すごく自分のやっている仕事とのまあこれは本当に仕事じゃなくしてやっているまあねあのテンプルモーニングラジオ自体は2人ともボラン,ボランティアというかまあやりたくてやっている活動なんですけれどもそれがすごくその自分の仕事にも関わりが深いし自分の興味のあるそのお寺文化っていうものもこう扱っているっていう、まあ、それも内包しているので。 だからなんかそのこれに関してそのなんかもう疲れたなやめたいなとかそんなことを思うことはなく、まあ、本当にそれこそ私にとっての習慣になっているてうん。なるほど、うん、そうですよね。多分あのー、そう仏教じゃなくて文化なんだって言った時に。 その時の仏教って多分こう教義とかね、うん、えー、死体発祥道とかですね、まあ、そういう,こう教え概念、えー、言葉だったりすると思うんですけどで実際そのまあマインドフルネスしっかりこう海外とかであの仏教に興味があって何か教えてくれって言われた時に。 みんなが、まあ、とりあえずまず興味を持つのは教義のことであったり、まあ、メソッドどうやって座禅をするんだとかであったりするんですけどなんかそこで言われてることと日本にいてみて、うん、こう仏教を巡る、えー、あれこれ状況っていうのはなんかずっとズレがあるなと思ってて。でそれは、まあ、まさに その習慣というのかまあ生活ですよねうんで別にそんな難しいこととか概念的なこと理念理屈的なこととか少しこうテクニックが必要な身体の動きとかではなくて日々の生活の中にどれだけねそのでやれているか。 感じられているか溶け込んでいるかっていうなんかそこにこそ,その日本の仏教の面白さとか、まあ、豊かさがあってそういうのがまあどうしても教義と、えー、プラクティスっていうことではこぼれ落ちてしまうものがすごいあるわけですよね。うん、できっとそこに、まあ、遠藤さんも非常に関心が。 ありで私自身もまあそこも含めての仏教っていうような捉え方、うんまあ、まあそれをもってこうだから、ね、たくさんその仏教の本っていうのは出ていて、まあ、そういう中から学べることってたくさんあるんですけど、まあ、このポッドキャストは何というか、まあ、本には載ってないことが語られているなって っていうふうに思うんですよね<ー>、うん、そこが一番の特徴でそれがやっぱ面白そうだと思うんで、うん、なんかねいろいろあるじゃないですかお遍路でこんなことがお遍路の時にこんなことがありましたみたいなのとかうん、うん、なんかそういうエピソードも、ね、そのお坊さんがねこう語ってくれるっていうなんかそういうところに私は面白さを見いだして。 やってるんだなっていいう,うに思いますよねそうですねやっぱりあの文章にするとすごく綺麗にねこうまとまることもなんかこうライブで交わす言葉の中で,で,で、ね、こうしゃおしゃべりの中で出てくることだから、まあ、まとまらなかったりもするかもしれないんですけどでもなんかそういうのが音声だからこそ あのまあ、その声色とかそういうのも含めて何か伝わってくるものがあるそういう瞬間があるなっていうのは編集しながら思うことですよね。だからあんまりこうかしこまったうーん講演会とかね、えー、そのすごい公の場っていうことじゃなくて、うん、どちらかというと。 まあ楽屋というのかうまあ栗というのか、はい、お寺の,、ねね、あの住居部分の栗、うん、そうそうリ、うん、トークお寺の住職さんを友達として訪ねていった時に、うんうん、まあしてくれる独特の会話っていうかありますよねそうなんですよ、うん、自分もね仕事の中でやっぱいろんなお寺さんに行って、まあ、栗トークを 重あのそういうのともちょっと重なるところがあって面白いですよ、ねね、そこの、えー、まあじゃあ例えば四国に行った時に「うん、いやこの辺りでの一番の,、うん、あのうどんはどれですか?」みたいな話をしい,い,い,、はい、いやー私実はここに。 みんなはここに行くんだけど私はここが好きなんですみたいな話とか別に仏教には関係ないんだけれども、うんうん、でも広い意味で関係しててんんじゃないいかっていう気がするんでするでよね、うんうん、そこに掘り下げていくとやっぱりその人の生き方とか価値観とかがね、うんうん、あの滲み出てくるので、うん、そしてやっぱりねお寺動,けない動かせないので引っ越しができないので基本的には。うん うん、やっぱりその土地とのつながりっていうことであとやっぱ土地と共にあるので、ね、その土地にお寺の運命を左右される部分もあるわけじゃないですか。や,やっぱりそこはなんというかね歴史的にもまあねこう一緒にこうなんていうかねこう共にしてきたみたいな部分が歩みをね共にしてきたところがあると思うのでね。 トークのの中でねこうにじみ出たりするのはいいやっていう,ふうに思いますよねそうですね、うん、あのまあお寺のラジオだからみんな何気なくそんなもんかなと思ってますけどよくよく考えるとすごいのはこれ普通のね別にお坊さんじゃない人でこういうラジオやってあの何まあ なんとかの所属の何々さんっていってでもまあ34年もしたらこう転職してたりするわけですよ住む場所も変わってたりとか全然違うことやったりでもお寺の場合ってゼロじゃないけど、うん、本当に変わらないですよねそこのまあ副住職が住職になったりとかはありますけどうん、うん、そう。 あのほ,ほとんど変えなくても再放送が成立してしまうみたいなも <laughs> やっぱこれはあのお寺のラジオならではかなと思いますね。そうですよね今ね隔週であの再放送をね、うん、するようになって、うん、ますもんね今だからそそ、まあ、もちろんねそのその方にとっては今とその時は違うんだっていう思いがねあるっていうのもお聞きしますけれども。はいはい いや今聴いても全然面白いんですけどっていう風にね、うん、こっちとしては思うので、うんまあ、それでその待って、ねまあ、長くもなってきたのでね過去のものを聴いていただきたいという思いもあってちょっとその各週で再放送してるんですけれども、ねうん、そうですねそのほら映画のファンシーダンスそれ自体も古いんですけど。うん あれ今見るとやっぱみんな衣装とか,あのなんかバブリーなねあの時代のだったりするけどお坊さんだけ何も変わってないんですよねあの寒いで坊主なんでそうお坊さんだけファッションが変わらないからまあ,ある意味色あせないっちゃ色あせなくてそこがまあ時空を超えていく感じっていうのは面白いですよね。 さっき「フード的」っていう言葉も出ましたけどやっぱりねフードも含むじゃないですかそれぞれのねお寺であったり、まあ、お寺がなかったとしてもそのお坊さんのねそれまでの,そのいる土地だったり何、うん、か私はそれを何というかお寺文化みたいなことでねあの両方合わせた時に何かこう本には載ってない。 うん、あの面白みみたいなものがにじみ出てるのかなっていうふうに特にこう遠藤さんのまあこれまでの人生の歩,歩みっていうかこう要素としてものすごく大きいものとして音楽ってあると思うんですけど、はい、まあ自分でやる以上にこうまあたくさん、ね、いろんな音楽を聴いてきたまあ音楽好きであるっていうのはう自他ともに認める。はいうん 自分であの今年の、えー、10曲,10曲、ね、<laughs> 毎年編、ね<年>はい、選んしてみたりとか、はいえー、してで、まあ、そういうふうに耳耳をね育ててきたというかその耳でお経だったり、うん、お坊さんの話だったり、うん、まあそのサウンドスケープ、うんえー、お寺の環境音だったりっていうものを が非常に興味深いものに聞こえているっていうのがまた、うん、まあうん面白さと可能性を感じますよねなんかねそうですねだからそのポッドキャストの編集をやるまではねそんなに自分も音をまさか編集するとはみたいな、うん、そういうスキルも全然なかったのであの友人のその黄昏の音楽会をの P.A. をいつもやってくれているあのエンジニアサウンドエンジニアの友人に教えてもらって。 それででこうやってるんですよねだかなんか波形っていうものもねそういう時にこう「あ波形ってこういうこういうもうお経の波形」とかをねずっとこう眺めてるようなね、うん、あのそんなこともあったりしてねだから自分でもその音お,お寺お寺とかまあそういう、ね、音に向き合うっていうのはやっぱこのポッドキャストがあってこそのことなんですよね。うん,うん。そうですね。 じゃあ今日の音はい言ってみますか。そうですね。はいえー、じゃあ今日、えー、ご紹介するお経は福島県稲川城町、えー、新言州不山派朱徳寺の松村妙人さんのお経になります、えー。松村妙人さんもテンプルモーニングラジオ出演していただいてますよね。ですね。はい女性のねご住職で。 いやとにかく声が美しいというかですねうん、うん、まあ,あ<の>ずっと音楽業界に関わっていたっていう、ね、そうですよねそのポッドキャストでもおっしゃってましたけどディスクガレージですかねチケットとかを販売している、はい、ディスクガレージで働いていらっしゃってご自身もね音楽がすごい好きな方ですのではい 去年の10月だったかなえっと11月だったかなあのお寺に呼んでいただきましてはい、まあ、あの明仁さんも、ね、未来の住職塾で学ばれてですねでまあその、まあ、お寺の事業計画っていうのを作るんですけれども、まあ、ちょっとそれを、まあ、現地を見ながらちょっといろいろとこう添削してほしいっていうようなそういうご依頼を受けて私があの受徳寺に初めてお参りをさせていただいて、まあ、その時に撮った。 音源なんですけれども、磐、え、梯、っと、山の近くに猪苗代湖にもすぐ近いところにお寺がありまして、うん、まあ本当にすごく自然豊かでいい場所にあってですねちょうどその頃、ころ磐梯山に雪がちょっとこう降り出したっていうころで。 はいまあ、だいぶその時の東京の気温から比べると、まあ、だいぶ寒,寒いなっていうような中ですねあのお伺いして結構風の強い日だったんですけれども、まあ、本堂を締め切ってですね、まあ、その中で東京、えっと、をしていただきましただからのでそうですね、ま、結構風が強かったので、えっと、扉を閉めているので割とこれはあの本堂の中の響きというか、うん、あのすごくこう 部屋,部屋っぽい感じというか空間的な、はいまあ、そんなような感じの録音になっているかなというふうに思います。でこれなんかもうあの3つお経を唱えてくださったんですけれどもあの1つ目がね仏山っていうのと,、えっと2つ目が七の梵語。 えー、3つ目が「追徴和さんというその3種類なんですけどこれ私編集して明人さんにちょっと編集しましたって聞いてもらったらですねなんかあんまりなんかこう「この,この日はの調子が良くなくて下手ですね」みたいなことをっしってて <laughs> でも私が聞くと全然分かんないんですよね下手とも絶対思わないですし。音程が、まあなんか 調子を外しててとおっしゃってるんですけど、まあ、それもちょっと分かんないとはいなのであの皆さんも聞いても多分あ素晴らしいお経だなというふうにしか思わないと思うんですけれども、まあ、そういうやっぱりその日によってまあ調子みたいなのがあるんですっていう,こうお話をしてくださったのが印象的でしたじゃあみんなでそのバンダイさんに雪がちらつく寒い本堂ではい かかた方とね、と鳴らすんですよ、うん、風が。<laughs> はい、はい、その風景を思いながら聞いてみましょう。はい。 ょ中。 No uh -huh. Da. ポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条案よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう